井上陽水は日本のシンガーソングライター。本名は表記は同じで読みが井上明美。旧芸名アンドレ・カンドレ。福岡県加保郡港袋町生まれ、福岡県田川郡糸田町育ち。血液型は AB 型。1969年にアンドレ・カンドレとしてデビュー。1971年に本名の井上陽水として再デビュー。 1970年代には、吉田拓郎と並んで、フォーク、ニューミュージック界を牽引。その後も現在に至るまで、第一線で活躍を続ける、日本を代表する、シンガーソングライターの一人。二人目の妻、石川セリーとの間に一男二女を設ける。長女は作詞家、歌手の犬のラサ。父は、高知県旗郡佐賀町出身の元組、井上弱水であり。 当時不妊していた刑場で母と知り合い結婚している。終戦に伴い、母が地元の福岡県農型市に帰郷追って、父が引き上げて、以降福岡に定住。父は引き上げ後は、炭鉱で働いていたが、養水が生まれて間もなく、福岡県田川郡糸田町で、地下院を開業。兄弟姉妹は姉一人、妹一人。1953年。 糸田町に引っ越す。田川は何も縁のない土地でずっとよそもの意識があったという。糸田小学校、糸田中学校、西田川高校と進学。小学校時代、子供会や婦人会の集まりで歌わせられることが多々あり、当時から歌が上手いと褒められていた。またこの頃から8歳上の姉の影響でプラトーズやエルビス・プレスリーなど洋楽を聴くようになり、 ヒットパレード系のラジオに熱中するようになる。1963年、中学3年の時に、小島正夫のラジオ番組で紹介された、プリーズプリーズミーに衝撃を受け、以降ビートルズに熱中する。高校時代は、ビートルズ狂いと、周りから呼ばれ、数人の仲間とついた地中歌いまくり、休日には、オープンリールのテープレコーダーでその歌を録音するなど、 ビートルズ付けの生活を送っており、仲間内のみならず町内でも喫水の音楽教として、名が知られていた。家業を継いで、司会になることを期待されていたため、1967年、九州歯科大学を受験するも失敗し、予備校に通い始める。この年は、国内区営館に通ったが、翌年には、九州営数学館に帰る。二両目の百六十九年、 帰ってきた酔っ払いを深夜放送で聞き、自らも高校時代に歌を録音する際に同じような早回しテクニックで遊んでいた経験から、これなら自分にもできる音楽で一山当てたいと思ったのが曲を作り始めたきっかけ。ギターを見よう見真似で始める。1968年、再度の受験にも失敗する。1969年、三度目の受験に失敗し、 大学進学を諦めた。その後、東京で勉強して、大学入学を目指す。と父に伝え上京するが歌手となるための活動に、専念し、受験活動は行っていなかった。1969年、RKB 毎日放送のラジオ番組、スマッシュ、11が放送開始される。この番組には視聴者が作った音楽を流すコーナーがあり、 それを知った陽水は、カンドレマンドレを自宅録音し、4月16日テープを RKB 毎日に持ち込む。この時陽水はマンドレという芸名を考えていたが、スマッシュ。11のディレクターの野宮間実が難色を示し、芸名はアンドレカンドレに決まる。カンドレマンドレは、スマッシュ。11で放送され、数多くのリクエストを受ける。ただし、 リクエストの大半は、洋水が友人にはがきを配って、リクエストを出すよう指令したためのものだったという。放送後、RKB のスタッフからホリプロを紹介され、同年6月にレコーディングのため上京。カンドレ・マンドレを改めてレコーディングし、同年9月1日、CBS ソニーからアンドレ・カンドレとして同曲でデビュー。演奏は6分線、編曲は 小室糸氏が担当したが、ほとんど注目されず、続く、ビューティフル、ワンダフルバーズも、松山武氏と、加藤和彦から、楽曲提供を受けた、花にさえ、鳥にさえ、も不審に終わり、シングル3枚で、アンドレカンドレとしての活動は終わることになった。以後、ポリドール遺跡までの約1年間、本人も語ろうとしない、空白の1年が存在する。 ビートルズぐいの経緯もあり、本人は自らをフォーク歌手とは全く思っていなかったが、当時一般にはギターを持って歌う歌手はフォーク歌手として認識されていたため、フォーク歌手的な扱いを受けることが多く、営業先で嫌な目に遭うことがしばしばあり、これが後にホリプロから独立する演員になった。アンドレ・カンドレ時代に知り合った小室仁志、安田宏美、星正る。 RC サクセションの今和の清志郎などとは、以後長く深い交際になる。特に、小室人氏からボブ・ディランを勧められ、以降の作詞に強い影響を受けた。当時の映像として1970年公開の和田明子主演映画、序盤調のラネコロックにモップスなどホリプロのアーティストと共に出演。カンドレマンドレを歌うシーンがある。1971年。 ポリドールレコードのディレクターた賀秀典に誘われて移籍し、初のアルバム、断絶のレコーディングを始める。このアルバムの制作開始に合わせて、名前を変えることになり、マネジメントの指揮を取った奥田義行が本名を聞くと、井上明美というので、どんな字かと思ったら、陽水と書くという。奥田は吉田拓郎を意識し、拓郎がその2文字で若者にインパクトを与えている。 だったら下の名前の、陽水の2文字で対抗、強調していこうと戦略を立てた。翌1972年、芸名を、井上陽水と改め、シングル、人生が二度あればで、再デビューを果たす。人生が二度あればを編曲した、星勝は、以後しばらく、陽水の作品の大部分を編曲することになる。5月に、傘がないが収録された、アルバム、断絶がリリースされる。 洋水が売れ始めたのは、このアルバム、断絶から。陽水自身は、売れた理由について、用水ライブ戻り道ジャケット内自筆年表で、折からのフォークブームでなんとなく、浮上と書いている。翌1973年3月のシングル、夢の中へが、初のヒット作となり、同年7月には、初のライブアルバム、洋水ライブ戻り道がリリースに至る。 人気上昇の切り口となった夢の中へは自身がみんなで歌えるように作ったとコメントしている通り単純で明るく親しみやすい曲である中川うかいはこの曲がようやくヒットするまでの用水は低迷していたと指摘しているポリドール時代には理由は諸説あるがほとんどテレビに出演せず外見が一般の目に触れる機会は レコードのジャケット写真が最も多くを占めていた。シングル、人生が二度あればから、氷の世界までのジャケットでは、髪型が、アフロヘアー、サングラスは、なしで写っている。しかし、氷の世界の、インナースリーブにある写真の一枚ではサングラスを、かけており、サングラスなしの写真は1975年のシングル、ごめん以降、著書、きれいごとのために撮られたものなど、 少数の例外を除き見られなくなる。1982年日本テレビドラマ、幕末青春グラフィティ坂本龍馬。1986年、映画、幕末青春グラフィティ浪人、坂本龍馬で若き日の伊藤博文を演じる。1974年1月17日、熊本県出身の女性と結婚する。1975年、陽水、吉田拓郎。 泉谷茂、小室人氏が中心となって、フォーライフレコードを発揮する。また、後に結婚する、石川セリと出会う。1976年2月、離婚。同年にフォーライフからリリースした、招待状のない賞は9週連続1位を獲得。1977年、石川のアルバム、気まぐれに、ダンスはうまく踊れない他2曲を提供する。 ダンスはうまく踊れないは、用水の部屋に遊びに来たセリの目の前で30分ほどで作られたという。1977年9月10日、大麻所持容疑で逮捕され、自分は酒が飲めないので、くつろぐためにマリーファナを吸ったと自供した。9月22日に保釈され、10月11日には、懲役8ヶ月、執行猶予2年の判決を受ける。この逮捕に関して、 当時、朝日新聞記者だった、畜氏哲也が、マリーファナは日本では違法であるが、これと絡めて、井上陽水の歌まで否定する一部の意見は、間違っていると発言し、擁護を行っている。この時はまだ互いに、進行こそなかったが、後に、畜氏が、テレビに進出し、初のメインキャスターを務めた、日曜勇刊。 こちらデスクの最終回では陽水がゲスト出演し持ち歌を3曲歌唱。報道番組では異例の全編成果で番組を締めくくった。畜詞は初めて番組を持つことになった時、傘がないの。テレビでは我が国の将来の問題を誰かが深刻な顔をして喋ってるというくだりが頭に浮かんだと回想している。その後、1989年に畜詞が 朝日新聞社を退社してスタートした筑紫哲也ニュース23では筑紫からの要請で初代のオープニングとエンディング曲を洋水が担当した1978年7月上記の事件後にリリースされたアルバムホワイトはオリコンチャートの3位を獲得した1978年8月30日30歳の誕生日に石川と再婚 同年12月16日には、長男が生まれている。1979年のアルバム、スニーカーダンサーでは、高中正義が5曲の編曲を務め、1980年のアルバム、エブリナイトでは星勝ちが編曲から外れるなど、この時期にはサウンドが大きな転換を遂げている。さらに1981年のアルバム、怪しい夜を待ってから編曲に加わった。 川島裕二は、その後バナナなどの名義で洋水の作品に多数、携わり、星正と並んで重要な位置を占めるようになる。上日の通りセールスは伸びなかったが、この時期の作品には、なぜか上海、海へ来なさい、ジェラシー、戸惑うペリカン、カナリア、リバーサイドホテルなど、その後のライブやコンピレーション作品で頻繁に取り上げられる楽曲が多数含まれている。 1981年1月、特別番組でテレビ初出演。7月、夜のヒットスタジオで2度目のテレビ出演、生放送は初めて。8月、ザベスト10の今週のスポットライトコーナーにジェラシーで出演。1982年、バックバンドを務めていた安全地帯がデビューし、1983年には自身作詞によるワインレッドの心をヒットさせる。 さらに1984年には安全地帯に歌詞を提供した恋の予感、中森明菜に歌詞と曲を提供した飾りじゃないのよ涙は、そして自身のいっそ、セレナーデがヒットする。12月10日付のチャートでは飾りじゃが2位、恋の予感が3位、いっそが4位と、洋水の手掛けた作品が上位を占める。同月21日にはこれらのヒット曲をはじめとする。 提供曲を自身が自ら歌ったアルバム9.5カラットがリリースされ、翌1985年にかけてヒットする。9.5カラットは1985年のアルバム年間売り上げ1位を獲得し、洋水にとっては氷の世界以来自身2作目のミリオンセラーとなる。このヒットにより、第27回日本レコード大賞で作曲賞とアルバム賞を獲得する。 1986年8月にはライブアルバムクラムチャウダーがリリースされ、9月には同じ題名のライブビデオも発売される。さらに8月20日から2日間、安全地帯とのジョイントでスターダストランデブーと題したコンサートを明治神宮野球場で行う。このコンサートで夏の終わりのハーモニーを初披露、6万人の聴衆を動員しテレビ中継のほか、 ライブアルバム、ライブビデオにも収録された。1988年9月1日、日産自動車より新発売されたセフィーロの CM に、今夜、私に、を提供。用水自身も出演し、アドリブで、皆さん、お元気ですか失礼しますと声を出す。ところが、この CM が公開されて間もなく、病気で伏せっていた昭和天皇が既得になったため、声は、 カットされた。石井被災地は断乱中の家族に窓を開けた用水が皆さんを元気ですかというと一気にしらけるイラク軍の捕虜にこの CM を見せた途端、それまで騒がしかった捕虜たちが脱力しておとなしくなるという作品を描いている。それから間もない10月、フジテレビ系のドラマニューヨーク恋物語の主題歌に使われたリバーサイドホテルがヒットする。 リバーサイドホテルは1982年に発表されていた作品だが、リリースから6年を隔ててのヒットとなった。翌1990年から1991年にかけて映画少年時代の主題歌として作られた少年時代がヒットする。リリース直後は穏やかなチャートアクションだったが、1991年、ソニーのビデオカメラ、 ハンディカム CCDTR105 の CM に使われてから売り上げを伸ばし、ロングセラーとなった。当初は、藤子藤雄 A の作詞という話であったが、出来上がってみると、藤子の歌詞は全く使われていなかった。洋水は、阿ビ子さんの心をもらったとコメントしており、藤子藤雄 A もイメージ通りの曲だとして、出来栄えに満足した。 実際に使われなかったオリジナルの歌詞全文は、藤子藤雄 A の著書に何度か記載されている。1993年、フジテレビ系のドラマ、素晴らしきかな人生の主題歌に使われたメイクアップシャドウがオリコン最高2位、売り上げ80万枚以上のヒットを記録。第35回日本レコード大賞の金賞を受賞する。この頃からリリースのペースが落ち始める。 1994年にアルバム永遠のシュールを発表してから次のアルバム9段までには3年半のブランクがある。また、この時期はコンサートも少なく、1994年末から1999年9月までのおよそ5年間は全国ツアーを一度も行っていない。1996年パフィーのデビュー曲として歌詞を提供したアジアの純真がヒットする。 アジアの純真の作曲は、以前から交流のあった、奥田民夫を共作している。同じく、洋水作詞、民生作曲でパフィーに提供した、渚にまつわるエトセトラもヒットする。続いて、井上洋水奥田民夫というアーティスト名で1997年にリリースした、シングル、ありがとう、アルバム、ショッピングはこれらのヒットを受けたものと言えよう。 ありがとうはリリース同年に札幌ビール、黒ラベルの CM に使われたことも手伝って、オリコン最高2位、売り上げ約25万枚のヒットを記録。1999年、アンドレ・カンドレとしてのデビューから30周年になることを記念して、2枚組のベストアルバム、ゴールデンベストがリリースされる。ゴールデンベストは、自身3作目のミリオンセラーとなった後も売り上げを伸ばし続ける。 このヒットを受け、ゴールデンベストのリリースからちょうど1年後には、裏ベストとして、ゴールデンバット、ゴールデンベストの売り上げが200万枚を突破した2003年には、その記念として、ゴールデンベストスーパーが発売される。2001年、コーヒールンバ、花の首飾りのカバーがヒット。これに続いてリリースした、カバーアルバム、ユナイテッドカバーは80万枚を売るヒットとなり、 その期間のライブ映像は DVD ユナイテッドツアーとして発売される。このアルバムに関して小林信彦は週刊文春2002年10月10日号の連載コラム人生は51からで陽水がラジオでプロモーションをしているのを聞いたがフォークの長老である自分が歌謡曲のような低いものを歌ってやるんだという態度が諸に出ていたと。 感じたためか、出来には関心しなかった。それなら、PR になんか出なければいいのに、と記している。2002年には4年振りの新作、カシスとジャズアレンジを施したセルフカバーアルバム、ブルーセレクションをリリース。1999年から2006年までは、2004年を除いて、毎年全国ツアーを行うなど、歌うことに関しては活発だが、 自作の新曲は少なくなっている。2006年にはツアーの合間を縫って制作された4年振りの新作、ラブコンプレックスをリリース。2008年もツアー活動を行いつつ、弾き語りパッションとベストバラードの2作を発表している。2009年にはデビュー40周年を迎え、12月には15年振りとなる日本武道館公演を行い、その模様を収録した DVD、 40th Special s u n イ s l i v 武道館をリリース。翌2010年には4年半振りとなるオリジナルアルバム魔力をリリースしている。2014から2015年井上陽水氷の世界ツアーを行う。40年前に発売されたアルバム氷の世界を全曲歌うという内容のツアーだった。2015年40年ぶりにポリドールの流れを組む。 ユニバーサルミュージックに復帰することが発表された。アンドレ・カンドレ名義、井上陽水名義コラボレーションスタジオアルバムカバー、セリフカバーアルバムライブアルバムベストアルバム CD、ボックストリビュートアルバムコンピレーションアルバム PV など、アンドレ・カンドレに関するカテゴリー。ありがとうございます。